もう長年ずっと一緒にいるわけですから。マジで、はい、あえて聞きたいことあるんじゃないですか。あえてというか、私が感じて多分世の中の人が聞きたいところかなっていう質問でもいいですか。どうぞ。八代さんはドレスを全部自分でデザインして書いて作ってますよね。ここだけは絶対八代亜紀のドレスっていうところで譲らないデザインって何ですか。八代亜紀スタイルとアキちゃんカットってこと、はい、袖とかはこう雪の女王じゃないけど、雪の女王は八代さんのドレス真似てるからね。そうなんですか。ですよ、だって私昔から着てるもんでしょ。はい、うん、あの袖はあそこ透けてて、こうクリオネのようなこう綺麗なの透けなんですよ。あの八代さんの、うん、振り付けって手のアクションが多いんですけども、うん、レコーディングの時にその手のアクションがつくのか、それともテレビで初めて歌う時につくのか、どのタイミングであの手のアクションを考えつきますか。もうレコーディングとか考えつかない、新曲だよね、うん、3回ぐらい歌うとアクションが出てくる。あ、歌番組出て3回目ぐらいで大体出てくる、うんうんうん、あ、アクションが出てる。それあの雨、雨ってあるんですか、うん、それも3回目ぐらいからやりました。あれご自身で。自身ですね。自然とね、あのプツリ来たら、あれ雨だってやるでしょ、うん、あ、雨だってやるじゃないみんな、うん、と、トン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 ってなっただけ。なるほど。他のタレントさんも、うん、八代さんの歌を真似するときに、うんうん、女港町がおかしな動きをしてるんですけど、うん、このあのおかしいあれ、女港町の、うん、忘れたいのにのところを教えてもらっていいですか。そう、忘れたいのですよ。忘れたいのに忘れられないの。だからこうですよ、切ない恋よ、切ない恋よですよ、です、これだけ。これをね、だから忘れたいのに忘れられない、切ない恋よ、こうなるから、このこれをやってる見ちゃうんだね。今の手数しかやってないわけですよね、うん、見てる人は倍以上しか見えないおかしいよねこれ、うん、これみんなそう言うの、うん、もう森さんとか超笑うや、あきちゃんこれやるのこれと言うやね、うん、何それ森さんって言うんだけど、そう見せちゃうんだね、でもう一回流れでやるとどうなんですか。忘れたいに忘れられない、切ない恋をですよ、こう、うん、ですよ、ちょっとクマ待ってちゃう。あ、どうどうしてこうしてたの、はい、わしってあるんだね、こういうよーってなってどうでしょ、なってなかった今、こういうよーってなって、あと2問ですか。八代さんはお料理はしませんけども、今後自分で作ってみたい料理はありますか。わからない。自分のまあ大好物、例えば酢豚とか。酢豚か、作ってみたい。例えばそういう、あ、おいしそうだね。う、酢豚ってレシピ見ないで作れます。またその意地悪なこと作ったことないんだからね、そんなでもさ、大体わかるよ。お、だってさ、だってさ、大体わかるよ。だってさ、玉ねぎとか、ピーマンとかさ、はい、パプリカとかちょっと椎茸とかを炒めて、はいはいはい、まず炒めて、そして、豚肉、はい、のこの、わかんないけど豚肉はね、酢豚だ、豚だ、豚肉だよね。はい、はい、じゃあ次の質問でテーマ変わります。テーマ変わります。もうラストスパート、ラストスパート、ラストスパート。八代亜紀さんじゃなくて、あきちゃんに、あきちゃんに。お風呂どこから洗いますか。お風呂はまず首だね。首、首から洗いますんだしはね。じゃあ寝る時の体勢を教えてください。体勢ってどういうこと？いや、仰向け、うつ伏せ。結構寝返り打ちますね。じゃあ何でも夢を叶えてくれる神様がもしいたら何をお願いしますか？今、うん、今だってほらもう誰が何したってなんかこの美術がなくなればいいって思っちゃうじゃない、うん、思って本当にこの里ができるようにうん、なりたい。整形。整形？整形。手術したらどこかって？整形手術してますか？うん、何言った？整形手術してますか？どこするかって聞くのかって思っちゃった。整形手術してますか？してないなんてしてない。してないですよね。うん、整形手術するとしたらどこをしたい？それそれ。そうね。私は鼻低くしたい。
鼻低くしたい。逆に鼻低くしたい。そんな人いませんよ、普通。そうですか。みんな高くしたい。私いつも言った鼻低くしたいっていつも言うじゃない、女子。イエスじゃんの、高すぎちゃうのかな。だから低くしたい。うん、なるほど。そうなんですか。はい、じゃあ。自分の体で一番チャームポイントだと思うところはどこですか。チャームポイント、はい、目かな。目、だってみんな、だって目、昔から目まぶしそうにしてるって言われるの。子供の頃から茶目で、なんかそのうるうるして、あの僕に惚れてるのかなと思ってみんな言われてた。じーっと見るから私。買いました。うん、宝くじ、当たったらまず何買いますか。金額ですね。7億。7億？どうしよう。7億だったら何するんだろう。言います人に。言う。言いますよ。言って、みんなに何人いるか分かんないけど、うちのスタッフにみんなまずみんな質問ずつ上げて、上げて、え？何？少ない？すげえ。本当？線引き難しくないですか？そう、だからうちのスタッフに質問ずつ上げて、会社のね。そうそう、うちの会社のスタッフに質問ずつ上げて、みんなに100名ずつ上げる。あ、ありがとうございます。少ない？いやもういただけるだけで。ご自身でまず何買うとしたら何ですか。買うとしたら、ないんだよね。ないのよね。いいですよ、全然ないはないっていう立派な答えです。本当ない。結婚して住むなら高級マンションか一軒家、どちらがいいですか。高級マンションの方がいいかな。ずっと一軒家なんですよ、私。あ、マンションはすごい憧れてる。もうちょっと話に似ちゃうかもしれないですけど、次の質問いきます。今一番欲しいもの、何でも、一番欲しいもの、そのお金とかに関わらず、今一番欲しいものなんですか。一番欲しいものか、私、なんて言うんだろう、私、なんか言ってる？四駆の車とか。あ、それ欲しい、でっかいの。ただ日本無理なのよ、道路とか駐車場とか無理なのよね。運転しない。もちろんしないんだけど、後ろ乗りたい。後ろ乗ったり、すぐよく後ろ乗って。高いのが好きなんですよ、私。こう車体が高いのが好き。ロルクちゃんとか。そんな車聞いたことないですよ。え、そうですか。ロルクちゃん。ロールスロイス。あ、ロールスロイス。ロルクちゃんも乗ってたから。ロールスロイス。で、ロルクちゃんその前が広い、前バッハでしょ、今。それいいんですよ。そこ、いいんだけど、私やっぱりこう車体が高いの欲しい。車体が高いので、でっかいの乗りたい。次行きましょう。うん。歌手をやってなかったら、何の職業に就いていましたか。画家さん。売れない画家やってると思うよ。でも売れてないと食えないですから今。だから結婚して売れない画家やって、旦那さんもちろん壊してるんだけど。その金銭的な面は旦那さんに頼ってるってことですね。うちの女房は画家だよっていう、きっとそういう、生活じゃないかなと、なんか思いますよね。ちょっと山の上とかに住んで。そうだね、きっとね。一日体験するなら。一日体験するなら何のバイトしたいですか。バイト、八代亜紀がバイトにやってきた。あ、バイト何でもいいからやってみたい。何のバイトやりたいですか。私は聞きたい、何やらせたい。逆にいや、もう何でもやってみたい。バイト面白いと思いますけどね。バイトやってみたい。コンビニのね、やってみたい。コンビニでも10代の頃はガソリンスタンドでアルバイト。ちょっとだけね、あの、夜はあの歌だから、昼間スタンドでちょっとはい、バイトしたことあります。え、八百屋さんやっても八百屋さん。八百屋さん、八百屋さんとかいいよね。わかります、野菜とか。あの、わからないけど名前書いてあるもん、全部。全部書いてある。聞かれる立場ですからね。何聞かれる立場。名前書いてあるか、これいいですね、あ、美味しそうでしょとか言えるでしょ。すみません、椎茸あります。あるよ、ほら、このほら、椎茸で書いてあるもんね、野菜さん。名前書いてあるもん、全部ね。書いてないとこないでしょ、ゆきえ。どうなるやつ。パプリカ今日入ってます。書いてありますね。パプリカ入ってます。名前と値段が書いてあります。パプリカって言ったの。いいね。どう？いいよね。苦売りあります。あるよ、あるよ、あるよ。苦売りあるよ、あるよ。ほら、これ投げほら、長いのあるよ。苦いよ、これ苦いよって言っちゃダメ。美味しいって言わなきゃいけない。苦いよ、食べるのこれ苦いよって言うね。ダメじゃないですか。山本さんだよって言わないと。八代亜紀一日バイトね、ちょっとまた状況落ち着いたらやりましょうよ、YouTube で。YouTube で。でもさ、
私それがねすごくそのいいんだけど、はい、そのふざけて遊びじゃないよって思われなきゃいけないと思うんだよね YouTube だって、そう思うよ私軽視してるような気がするんだよね。だからそうじゃなくて、はい、稲刈りとかさ、はい、あるじゃないですか真剣ね手伝うとかさ、本当の遊びでなんか手伝うのなんかいやふざけてるつもりは全然ないですよ。本当に真剣にやられてるところを、ね、こちらも真剣に撮るっていう気持ちで、ね、AD やるっていうのはどうですか一日。AD。AD。全く知らないもん専門用語。でも見てきてるじゃないですか逆の立場で。うんうん。でもううるさい AD やるの。どう？怖い AD やるの？どんな感じ？優しいなくて。ダメだろほらそこのけとか言う。そこのけ。そこのけって言うんですね。ちゃんとやれまね、真面目にやれって言ってんだろうとかどう？そういう AD、みんな、そうだから、そうね、ねおかしいよね、誰かの現場の AD やるみたいなとか ね、コラボ企画で面白いかもしれない ね、すごいね、普通の性格のままやったら面白いもん ね、AD だから呼び捨てされちゃうじゃない、やしろって呼ばれて、はい、カンペ持ってこいこれですか？おっそうみたいなこれですか？これですか？ね、それは言える、うん、ヤシロカンペめくれはーいとかめくりづらいなとかつけて文句言っちゃったはい、じゃあ次行きましょう。自分のダメだなと思うところを一つ挙げてください。ダメだなと思ったかあります？いやもういっぱいあるじゃないし、でも自分で分からないんだよね。分からないの自分分からない、いや分からないっていうのは答えでいいと思いますよ。ダメだなってダメだな、いっぱいあると思うけど、そういうつもりはないってことですよね。そうそう全然ダメだった。わかりました、ポジティブみんなポジティブでいいもんね私のことね、なんかいやいいと思います安田さんらしくて、そう強運が悪いな。どんな時に思いますか？それも思わないんだよね。それも本当思わないの、あのね、こう自信持って言えることは、あの父さんとお母さん、お母さんも天国行っちゃったけど、父さんとお母さんに毎日拝むのね、お線香入れて毎日行ってきますと拝むの、必ず言うことがある。今日父さんお母さん今日仕事頑張るよ、今日守ってねって言うとすっごくできる気がする。だから守られてるって感じが、もう自信があるからすごくついてないなとかないの。なんだろう、ポジティブってみんな言うけど、ポジティブじゃないんだよ、やっぱ守られてんだよね、すごく。じゃあ逆の意味で言うと、今日は運がいいな、どんな時？運がいいな、はい、いつも思ってるよ、だからさっき言ったような運がいいな、ほんと幸せだよねってよく言うよね、ほんとよく言うよね、幸せだよね、楽しいねって言うよね、運がいいなと思うの。天気、あ天気か、それはいいよね。それはね、ほんとなんかの時はあれも雨やむもんね、ほんとだからそれだけで守られてるってことにこうなっちゃうわけですよ。わかりました。そうなの、はい、すごい態度の悪い人がいたらどうやって注意しますか？私その人言いに行くんだよね、言いに行くの、その人言うの、でもちろんもうどうしようもないというか、もう知らんぷ知らんぷでもマネージャーもう、ま、周りが「あもう私あのはいはいはい、あもう私こんな状態だ」ね、はいはいはい」って私あの言いに行っちゃうタイプだから、でもね言いに行くの、全然言いに行くの、ダメですよって。今だからすごい態度の悪い人がいたら、例えばあのご飯食べにお店に入って、店員さんの態度がすごく悪かったり、こう物をバンとこう置かれたりとかしたらどうやって注意しますか？じゃあ帰るねって帰ってくる意外と怖いですね、でも仕方ないもんね。あ、スタッフの態度が悪かったり、うちのスタッフどこの、いやいや、そのテレビ番組の、例えば僕たちみたいなスタッフの態度が悪かったりしたら、それはもうそこの関係で、あの人の目を言う、態度悪いよってちゃんと言いなさいって言っちゃう。あ、その上司とか、そこのそのチーフとかに、ちゃんと教えてあげなさいって言っちゃうね。あ、なるほど。それも言える年齢とキャリアなんですよ。そうですね。それ20代、30代なら言えなかったの、はい、絶対言えないし、はい、でも今は教えてあげなきゃいけないとスタンスでいるから、気づかせてあげないと、それ知らない人怒るんじゃないって私は思ってるの、はい、教えてあげないといけないと思ってる人なの。なるほど。とかね、知らんぷりするのは良くないと思っちゃう、思ってる人の、見て見ぬふりするの、見て見ぬふりはダメと思ってる、
だから教えてあげなきゃいけないと思ってる人だから。幸せを感じる瞬間はどんな時ですか？幸せを感じる時、もうだからもうみんながお仕事終わっても楽しい、楽しかったとか、よかったとか、帰ってきて、ね、みんなでこう今日楽しかったとか、なんていうの、反省会じゃないけど、こうみんなでね、食事しながら、本当に幸せを感じる。うん、あと絵を描いて、うわ素敵な絵だって褒められたりと、本当だからいつまでも子供の感じ踏み出せると嬉しい、うん、まだ若いなと感じる瞬間。そうね、自分ですごい若いなって感じがあるの、でも現実にこうして若いスタッフが来ると、年齢あなたこんですよ、年齢こうですよって言われてるみたいな気がして、って思っちゃうの、みんな全体がね、全体が、だからもう本当に年齢いってますよあなたはみたいな感じで知らしめられてるわけ。そう思われたんですね。もうだからそうなんだってすごくね、そう寂しくなる時あるよ現実。その年齢なのって、それまで全然思いしなかったけど、ここのとこね思い知らされるとこあるだけある。その時はね思い知らされたらねって、そっとね日本から消える。やだやだ、どういうことですか。突然日本失踪失踪しました、その理スタッフ多すぎる、私迷惑ねって言いなくなる切ないな。わかりました。これなんか次聞きにくいんですけど、まあこれも出ましたけど、年を取ったなと感じる瞬間はあります？なんか体の何かで年齢をそれだなということではなくてね、ないそれ本当ないの、ない健康だしお腹すくし、ねえ、すぐお腹すくし、ご飯はって必ず言うしねもうすごいよね、驚いてるうちのスタッフが、ね、はぁとか言ってる。健康のためにしていることは何ですか？そうですね、健康のために毎朝のルーティン、毎朝でしょ、まあ、ブルブル乗る、スクワットする、何まずブルブル乗るの、ブルブル、ブルブル、ブルブル、健康マシン、健康器具があるのって身長に言ったな、それに10分乗るのね、10分乗ってスクワット200回ってね、あとその以前にまずお布団ベッドの上で、そうね10分ぐらいストレッチする。それ毎日してます。大事ですね。それで食という意味で朝のルーティンがあるじゃん。朝はもうよ朝あの何だっけ、甘酒。ヨーグルトと甘酒は必ず、もう毎日飲んでます。健康にいいって言いますもんね、甘酒も。甘酒飲むようになってもう3年、まるまる3年、毎日欠かさず飲んで3年、風邪一つひいてない。素晴らしい。すごいでしょ。じゃあ次行きます、はい、座右の銘は。聞いたことないですね、座右の銘。八代亜紀の座右の銘はね、本当これはもう八代亜紀ならだったもんですが、節頓不節足って言って、切る音、切らない息、節頓不節足。これね、もう20、30年ぐらい前のあるお坊様から八代亜紀さんのことなんですよ、おっしゃって、なんだろうと思ったら、お経をね、こうこの切る、音は切るんだけど息はずっと続いてるんだと。お経をあげるところ、こう読むときね、こう読むときね、八代亜紀さんの歌唱はね、音は切れても息はずっと続いてるんですって、息は切ってないんですって、一緒だとおっしゃった。だからぜひこの言葉を八代亜紀送りたいとおっしゃった。もう30年、40年ぐらいになるかな。なるほど。セット、セットかって、私の座右の銘ですかね。ありがとうございます。じゃあ次いきます、ラスト3問、はい、3問。人間としてずっと心がけていることは何ですか？人間としてでしょ、はい、そう、人間として心がけてるのは、もうマジで、マジでくひきしない、マジで本気でね、冗談でさせるとか面白いおかしく、それベストで本気で行く引きしない、両親の教えです。これは父も母もそうでしたから、それずっと小さい頃から見てるから。さっき言ったように貧しくてハンサムか、金があって、なんだっけ、不細工かっていう、それもありえない本当に、ここハートですね。金がなくても貧しくても OK、 わかる？
ま、ごめん、今金がなくて貧くてもなんてどういうことだった、金がなくても不細工でもってこと言いたかったんです。でも OK、 何何何何何ちょっと待って、何最後にも大きな声で言った、はい、死ぬ時はどんな葬式が理想ですか。死ぬ時はね、だって死ぬ時はどんな葬式ってもう全然わかんないよね。もう私がね、そう、葬式って問題じゃなくて死ぬ時のありさまとしては、あり方としてはもうコンサートとやるだけよ、こうやってて、で、うわーってさよならってもうまんまん感情の拍手の中でどんちゅうかだーっと出るわけよ、あきちゃんあきちゃんだーどんちゅうが降りて、みんなお疲れ様だったとか、そこでスッスッていう目で横になってありがとうって死んでいきたい。あー、それが超私の理想です。そして私いつもそう言うと、みんな私はなんか悲しすぎますでしょって言うみんないつも言うんですけど、スタッフはね、うん、でも本当ありがとうって感じでね、うんうん、そういう感じで死んでいきたい。歌手八代亜紀として死んでいくのが理想ってことですね。そうですね、うん、でも葬式とかはそういうことじゃないですね。そういうことじゃない、すいません、葬式だってわからないもんだってね。そうですね、うん、それがもう大事、ありがとうって分かりました、うん、じゃあいよいよ最後の質問です、はい、これからどんな風に生きていきたいですか。そうですね、本当に健康でね、求められる、うん、ものがある以上はね、そこに行って場所関係なくね、本当に私から出向いてて生の歌を聴かせてあげたいです。はい、それが今の望みです。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。知らない話をいっぱい聞けて、どうでした？いや、楽しかったです。特に人間性わかるよね、なんか分かりますね。そうなんですよね、100聞くとね。ちょっといっぱい取れたんで、うん、ちょっと何話かに分けてお送りするかもしれませんし、今日どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。もういい。よかったね。よかったね。10時か。10時か。